再開していくぜ。さーて、もう次のダンジョン進んじゃっていいのかな。いつになったらこれサブイベントができるようになるんじゃろうか。ないってことはないと思うんだけどね。時計屋敷、よし行こう。式も未来予知ができるから陽子もやりにくいんじゃない。私の未来は時読みでもわかんないらしいわ。何それ、もうあんたもう何でもありじゃないの。時計少女がいるから式も自由に動けないはず。早く終わらせないと。せやな。ということで時計屋敷クリアしていくぜ。よーし、一応これなんだっけ、これ手に入れとこって今言ってたね。貴重品、永久時計、先に手に入れられるんだな。なるほど。一応全マップ埋めとこうかなというお持ちでやった結果埋められましたな。おい、ちょっと待て。あー、いるけどこれ八景いない。あー、間違えて入った。間違えて隣のマップに行ったわ。こう考えるとこれそれぞれの隠しマップ全部行っといた方がよかったんかな。まい、おい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 、さっさと戦うぞー。ということで、速攻でいいか。エールガン、もう何も考えずにデュアルスペルの攻めていいんじゃないかという気はしております。ダークレイジ、よし。戦闘力依存じゃなければなんとかなんじゃろうという面持ちでございますが、いかがでしょうか。どんぐらいダメージ出る ?4万、なかなかいいダメージ出る。そして倒せない。もう一ターンで落とせるじゃろうと思いたい。どうかな。よしよし、これぐらいのテンポでいきたいね。なんだよこいつら、デタラメな強さだろう。式の気配がねえな。まだ攻め足りねえのか。お、陽子、ジャミスのところに式が来た。手当たり次第かよ。何考えてんだのバカ。次は戦の世界に行くの。待って、ラビーのところ守らねえと。そんなこと言ってたら何もできねえだろうが。フレデリカ、ショコラとメロを連れて一旦ラビーのところに戻って、私はチャティと一緒に戦の世界に行ってみる。なるほど。ソロで頑張れるか。まあ、ジャニスも相当育成してるからなんとかなると信じたいが。何考えてんだ、式のやつ。まだバトル殺しマラムを攻められただけだ。戦の価値観も大して恐れてはいない。でもユノオがいたのはどういうことなの。ジャニスと同じプロバイダーでしょ。あいつはたまに何考えてるのかわからん時があるからな。ジャニス、あら、ヨコちゃんじゃない。どうしたの、慌てて。よかった、まだ帽子は無事なのね。この子は確か後見人審査の招集にいた子だな。なぜ死神の仕事を邪魔した。え、ジャコの世界を攻めただろう。やっぱそのことすっかり忘れてた。ヨコちゃんたちを攻めるのはちょっと違うんじゃないの。死神におとなしく帽子を差し出す子なんて普通いないでしょうに。ジャコが弱いのが悪いんだよ。聞いた話だと彼女たちはあの七大迷惑のマトリョーシカを倒したらしい。何、あの終わらない悪夢。せやねん、倒しました。初耳だわ、本当なのヨコちゃん。うん、教えてくれればよかったのに。ショコラが言ってるかと思って。あの七大迷惑の一つを潰した功績と死神を邪魔した罪の両方が捜査されて今プロバイダーの中で揉めている存在だ。その問題児が私に何のようだ。式がここを攻めてるって話を聞いて。話を聞いてなんだ。だからその心配になって。君が私をか。そうだけど何か悪いの。おちょくられてるぞジャニス。陽子ちゃんは優しい子なのよ。式が何を考えてるのか確認したかったのか、確認したかったってのもあるけど。あいつはバトル殺しでも適当にやらしてそのまま帰っていった。これから落ちた価値観を戻しに行くところだが、君も一緒に来るか。いいのかジャニス。お前も興味あるだろケリー。まあな。君がパーティーの指揮を取っていい。君のその力が本物かどうか見せてくれ。なんか変な流れになってきたな。ふむ、どうすんのそれ。ジャニス、あなたどんな装備してたっけ。ああ、そういう感じか。とりあえず、いや、ガーターの方がいいな。これでいいか、とりあえず。とりあえずこれ、オーパーツとかも何もつけなくてもいいか。なんとかなんじゃろっていう。なんとかなんじゃろっていう。ああ、でもメロスの手紙ぐらいはつけた方がいいかな。そうだね。そうよね。そう。でもメロスの手紙そろそろなくなってくんだな。
大パーツ、防具のガーターに、なんかメロス、あと何個残ってる？メロス。あとちょうど2個だ。つけとこう、とりあえず。つけて、武器にもなんかつけとくか、せっかくだしね。アトランティカつけて、アトランティカつけて、何つけよっかな。ステンレスとか、これにつけとくか。ブロッキング向こうとかね。いや、ブロッキング向こうよりカウンター向こうの方が嬉しい気がする。どうせコンボしたら、ブロッキング向こうだから。メリッサさん、あなた、チェム、二刀、ライフ、あ、闇、闇よりリザレクションがいいですね。で、あと誰かもう一人闇つけてくんねえかな。ケリーつけてくれへん、闇。レベル5だけど、まあ、いいでしょう。ヤニスも一応セーブブロッキングつけとこう。セーブブロッキング、大事に。さて、久しぶりにヨコちゃん、また一緒に頑張りましょう。頑張ろう。7大迷惑を倒すなんて大したやつだな。せやろ？わい、優秀やけん。一応セーブして。んだば行きましょうか。ではバトルコロシアムに行こう。敵を倒せばいいのかい？とりあえず。全然価値観下がってないじゃないですか、ジャニスさん。99% ですよ、あなた。何をおっしゃってるんですか？で、戦えばいいんでしょ？帽子解放できるね。特に苦戦する様子もないな。それサクッとクリアしていくぜ。さーて、腰抜けが戦いを避けて逃げ回っているんです。私は悔しい。その悔しさは私たちにぶつける相手になってやる。まあ、なんとでもなるじゃろ。レールガン、帽子解放、これ勝ったな。ムーンスクレイパー連打でこうワンパンいけたりしません？オーバーエクステンデッド560ラスト、こっちいいか。さーて、あれ入られたか。6個も死にしかならなかったな。さーて、6万は超えてくる。いや、カンストダメージ出たわ、これ。ワンパンやったー。どんなもんじゃ。思いをぶつけるまでもなくやられたわ。無念じゃないか、逆に。乾杯でございます。まだまだ修行が足りないな。お、四季。こうもあっさり価値観を回復されたらキリがないね、めんどくさい。四季。またあんた、メルの帽子を取った時もいたよね、確か。どうしてみんなの帽子を集めてるのよ。答える義理はないね。来るのが遅かったな。我々の行動は時読みで予知できなかったのか、ジャニス。私の世界を攻めても無駄だ。戦えば戦うほど私は強くなる。めんどくさい世界だから先に片付けておこうと思ったのに余計な邪魔が入ったわ。ああ、無駄漏れだった。我々も人はまず戻ろう。早く四季に話しに行った方がいいんじゃないか、とりあえず。四季の世界に行って。どうすんの？メルやラビーのところが気になるが、今のは四季の対応が先だな。せよ。ヨコちゃん絶好調じゃない。そういや、前に手伝ってもらった時のお礼で言うの忘れてた。あの時は助かったわ、メリッサ。いい腕前じゃないか。終わらない悪魔倒しただけのことはあるな。せやな。こんな強い奴が隠れていたなんて、まだまだこの世界も捨てたもんじゃないな。相変わらずなのね、この人。え、もう何？次どこ行くのこれ。この感じどこ行くんです次。わからん。見事なお手前だった。君の実力は本物だな。ソフトボール部ですから。そこまででもないって。ヨコは生粋の戦士なんだな。あ、その言葉。なんでもない。次はどうすんの？わしは他のエリアの様子を探ってくる。ありがとう、チャーティー。そういえば君は紅茶バカと行動しているのか？紅茶バカじゃなくてチャーティーって呼んで。あいつに名前があったのか。みんなのために一生懸命頑張ってくれるのよ。あいつがか。チャーティーはすごくいい子なんだからね。どんだけ大量の紅茶を与えたんだ？またそういうこと言う。そういえばあの子、紅茶をせびらなくなったわね。前は姿が見えただけで紅茶をせびられたんだけど、言われてみれば私もせびられていないな。紅茶をせびるだけで七大迷惑ってのは少し大げさだったんじゃないか。七大迷惑ってのはもっとこう強くて戦いがいのありそうなやつじゃないと。それは単なるケリーの願望だろ。悪いか。いや、悪いとは言っていないが。情熱に乾く、あ、四季が現れた。
まためんどくさいとか言ったなりに同じことやってんのか懲りないな。すぐに向かおう。うん。だわ。ボス戦まで行くぜ。さて、どうして戦ってくれないの？お願いを私と戦っていじめられてる。しき、それにツバメちゃんたちも。もう来たのか、これじゃキリがないね。みんな余力はある？ふむ、連戦する気なの？まだ戦の価値観は落としきってないでしょ。いや、余力があるか確認しただけ。何度やっても同じ式を時読みを持つお前ならわかるだろう。さてね、ユノもそんなところで何をやってる？治安を守るプロバイダーが治安を乱してどうするんだ、ジャニス。式、どうすんの？ビビ、しっかりしろ。さーて、もう前回と同じようにボコってくれるわ。ボコってくれるわ、これ。コンボ先生の方がいいか？割り込まれる可能性あるしね。コンボ先生にしておこう。これで、8コンボ！特攻と、特攻入れた6コンボと、コンボ先生の8コンボだとどっちが強いかとな。これでカンストダメージが出ないようだったら、特攻の方がいいということになりますが、要確認でございますな。やっぱ2頭かっこいいなぁ。完全オーバーキルだわ、これ。はい、お疲れ様でした。つまり特攻でいいということだな。8コンボするまでもなく6コンボでカンストだから、うん、暴れられてないけどね、残念ながら。妙だな、あの式がずっと未来予知できていない。言われてみれば後手後手だな。どういうことだ？それは多分私がいるせいだと思う。ひょっとしてフレデリカが言ってた結末を知る能力とか言いやす？時読みみたいなものらしいんだけど、私も詳しくは知らないの。お、フレデリカ。うわー、ラビーの帽子が式に取られた。裏を書かれたか、急ぎましょう。せや、守ってくれ言うてたのに。ラビーの帽子確かにいただいて。陽子さん、私の力が足りないばかりに。私たちが来るまでよくみんな守ってくれたわ。命の価値観だってまだ全然回復してなかったのに、いつもいいところで邪魔が入るな。まだドーラとナタリーの帽子は無事よ。まずは二人を守りましょう。死神も来たんじゃさすがに厳しいね。ここは引きましょう。ツバメ、焦んなくてもまた来るよ。メール、今度は二人まとめて帽子をいただくわ。やっぱり時読みできる相手だと結果が分かっててやりやすい。やはり陽子相手には厳しいということか。ふーむ、それでナタリーの話を聞かずにメルとショコーラとフレデリカが時の世界を攻めていたところに狙い撃ちにされたと。だから私もやめとけって言ったのにメルが言うこと聞かなかったのよ。うるせえな、こっちとやられっぱなしは性に合わねえんだよ。はあ。とりあえず反省会は後にしましょう。まずはこれからどうするかみんなで話し合いましょう。おい、ジャニス、これは。ああ。どうすんだ、ここで死神の仕事をするつもりか？あいつら怪我人だぞ。関係ない。怪我人だったら自分食いは待ってくれるのか？しかしこの状況じゃ。ドーラ、ナタリー、ラビ、メール。お前たち4人の最後を見取りに来た。カボシ症候群はメルとナタリーだけじゃなかったの？ごめんなさい、どうしても言えなくて。4人同時だったのか。いえ、5人よ。シキもカボシ症候群。最悪の状況じゃないか。もはや帽子なんて奪い合ってる場合ではございませんよ。シキは自分がカボシ症候群なの知っているのかい？時読みがございますし、とっくにご存知でしょう。ドーラ、ナタリー、お前たち2人の帽子は私がもらう。待って、ジャニス。二人の帽子を取るのは式の後でもいいでしょ。今は式を止めるのが先よ。同感だ、動けない人間から無理やり奪うなんてどうかしている。ジャニス。分かった、二人の帽子は式を片付けてからにしよう。今からすぐに時の世界へ向かう。待てよ、ジャニス。式の帽子を取るならメル様も連れて行け。あいつには借りがある。いいだろう。ふむ。はーん、今度はこのメンツ。いいか、よく聞け。死神が式から帽子を奪ったら速攻で奪った帽子を横取りするぞ。あんたまさかそれが目的で、メル様をなめんなよ。確かにまだやるべきことがいっぱいあるのに、ここでみんなの帽子が取られたらまずい。お前も手を貸せ、ようこそ。わかった。はーい。できれば万全な状態で自分軍との戦いを迎えたかったんだがな。ここで潰し合いをしていたら勝てるもんも勝てなくなるぞ。そうね、私もそう思う。よくジャニスを止めてくれたのはお前がいてくれて助かったよ。ゲリーもね。ようこ、ジャニスの帽子が自分軍になる話は、とてもじゃないけど言える空気じゃないわ。そうじゃの話がさらにややこしくなるじゃろ。とにかく今はジャニスと組んで式を止めるのが先だと思う。せやな。どうすっかな。なんか強化できる？特に強化できなさそうですね。
オーパーツもついてるし、このまんまでいいか？闇魔法誰かつけてる？あ、一人しかついてないの？誰かつけてほしい。メルさん、ちょっと闇魔法つけてください。これで一旦、様子を見ていこう。よーし、行くぞ。パーティーの指揮は君が取れ、ようこ。この状況で遊んでる場合じゃないだろ。ようこの実力はお前も認めるところだろ。まあな。それに私が指揮を取りながらだとメルの動向まで監視できないしな。こいつ分かってて自分を入れたのかよ。では行くぞ。ふん。お姉ちゃん、どうしてショコラたちに病気のこと隠してたの？なかなか言えるタイミングがなくてね。ようこさんは知ってたんでしょうか？結末を知る能力だったら知ってて当然だろうね。じゃあなんでようこは黙ってたんだろう。僕と同じで言うタイミングがなかっただけだと思うよ。それに多分あの子はもっと救いのない結末を見ているはず。それショコラもなんとなく思ってた。ヨーコが長い考え事してる時もすごく厳しい顔になってるものね。あなたたちがどうしてマトリョシカの話を私にしなかったのかなんとなく分かったわ。いろいろなものを抱えて込んでいたのね。ヨーコさんにいっぱい助けてもらったんです。それもなんとなく伝わってくるわ。今はあの子を信じて待ちましょう。ヨーコを信じよう。きっと明るい結末を見せてくれるさ。ヨーコー、ナタリー、その、これでおあいこですわね。いいんですよ、私もあなたに隠していましたし。5人の命がかかっているので一刻の猶予も許されないな。カボシ症候群は我々が何としても治療する。やりましょう、ダリア。永久期間ね、そっちはそっちで。ということで、じゃあここもクリアしていくぜ。遠い彼方にある記憶はいつか必ず元に戻る。深いこと言うな、陽子。時に逆らいし愚かなる者たちよ。んだば、はい。特攻でいいか。特攻でいきますか。割り込まれっかな。大丈夫だと思いたいが。割り込まれなかった。通常4コンボで、やっぱムーンスクレイパーが強いよな。二丁拳銃とか二刀流とかがやっぱ強いんだな。4万7000か。まあ3発もやりゃ落とせるでしょうよ。飢えた本日のちゃんちゃらはよくわかんない4コンボ。いいよし、いった。我が真理を超えし、なんじゃまさか時を超越せし者なのか。せやねん。またあんた時読みできないから面倒だわ。四季帽子を集めて何をする気なのよ。あんたには関係ない。時間列車を逆走させる気なの。私がいなかったらその未来が時計少女にバレちゃうでしょ。計画を隠すつもりがないくせにどうするつもりだったのよ。確かにそうだな。陽子がいるから、バレなかったわけで。あんたさ。何者か知らないけど予知能力者のつもり？別にそういうわけじゃ。同じ予知能力者としてアドバイスするけど、予知ってのは口に出したら未来が変わるのよ。予知した未来はペラペラ喋られると落ちな、同じ予知能力者として迷惑なのよね。こっちの予知した未来まで変わっちゃうからさ。待って、四季。私別に未来が見えるわけじゃ。時計少女に命令されてんのよ、あんたのこと殺せって。過ぎた力は使い方を誤れば自ら滅びへと導くものよ。私に殺されなくなかったらこれ以上首を突っ込めのやめなさい。私。約束の時間だ。お前の最後見取りに来た。やれるものならやってごらんなさい。次の時間列車で決める。ひとまず戻ろう。さて、めっちゃ面白いな。ストーリーめっちゃ面白いな。いやー、先の展開がマジで気になる。ようこさん、ようこ、ちょっとうとうとしてた。すまぬ、また謝ってるし。私がうっかりしてたのよ。時計少女に目をつけられてたのをすっかり忘れてたんだから。あの時四季は必死に守ってくれた。あんな大事なことを忘れてたんだから、そりゃ怒られて当然でしょ。本当はね、四季の言葉を聞いて私出しゃばりすぎたのかなって思った。無関係な人間が首を突っ込むなって言われたような気がしたの。みんなと違って私には体があるから、だから立ち入れない線引きしてたのかな。私無関係な人間じゃないよね。当たり前じゃ。みんなに迷惑かけてないかな。迷惑なものか。よし、決めた。もう、へこまないから私。へこんでもいいんじゃぞ。その感情こそがわしの憧れる人間じゃからな。別にチャティだって人間臭いじゃない。
所詮わしは作られたプログラムのデータに過ぎん。ボタン一つで何千何万も簡単に複製できる程度の存在じゃ。そんなこと言ったら人間だって何十億とかいるじゃない。数の問題ではないんじゃ。何千何万とか言ったくせに。とにかくわしは人間を、みんなを助けたいと思っておる。じゃがその目的のためにお主に過酷な運命を背負わせてしもうた。本当にすまん。チャティは謝るの禁止って言ったでしょ。なんだか不穏な気配を今感じ取ったが、まあいい、一旦置いておこう。じゃあ行ってくるから。無理はするなよ、ヨーコ。大丈夫。例の件分かってんだろうな、ヨーコ。分かってるってば。死神が帽子をゲットした瞬間だぞ。それが横取り作戦開始の合図だ。次の戦いで、おそらく3個もの帽子が一斉に動く。ここがお主の物語のターニングポイントじゃな。頑張ろう。四季はなぜ帽子を集めてるんだろうな。めんどくさがりなあいつのやることはきっと重要な意味があるはず。四季に聞いてみようかなと思ってるの。そういえばお前時間列車の逆走がどうとか言っていたな。あれはどういう意味だ。四季の目的がそうじゃないかなって思っただけなの。逆走に何の意味があるんだ。なんとなくそう思っただけだから。こっちはまだ何もないか。じゃあもう次のマップ行きますか。そのまま何も考えずに次のマップ行きますかい。これから今から時間列車を攻める。はい、いいよ、行くぞ。これさ、屋根の上に登って四季の方も行けるかな。ほいほい、行けそう、行けそうですね。ちょっと待って、ここ一回降りたい。宝を回収し、まあ、今更これいらないんだけどね、別に。どうも。さーて、さすがにいないか。さすがにここで四季いて入ってこないでよっていう展開にはならないか、さすがに。あ、喫茶店入れんだな。なんもないけど。なるほどね。ということで、じゃあクリアしていきまーす。さーて、来たか。お前の帽子はここでもらう。四季わかってるわね。言うの、お前はそこで何をしている。ビッグマモンを支えるのがプロバイダーの仕事だろう。じゃあです。だから言うのは裏方に敵とけって言ったのよ。人手が足りないんだからしょうがないでしょ。ねえ言うの、時間列車を逆走させたら NPG 機関は占領できなくなるけどいいの。逆走して時の帽子が消えちゃうと具現化エンコードできなくなるでしょ。これね、言ったでしょ、言うの。陽子は爆弾を抱えてるって。爆弾たえらいビビってんなしき、ありゃ結末を知るの力ってもんらしいぞ。何が結末を知る力よ。ただの紅茶シミュレーションじゃない。紅茶シミュレーション。ほう。聞きたいことはそれだけかしら。どうして紅茶のこと。何度も何度も物語を繰り返しているのは自分だけだと思わないことね。なんだというの。どういうこと。何これ。ユノが私の知ってるユノじゃないんだ。私とあなたが話すのはこれが初めてよ。形式上だけどね。ヨーコ大丈夫か。顔色は悪いぞ。大丈夫。戦いの前なんだからシャキッとしろよ。さっきの質問の答えは私たちに勝ったら教えてあげるわ、白坂ヨーコさん。落ち着かなきゃ、今は大事な戦いの前なんだ。とにかく勝たないといけないんだし、しっかりしないと。ヨーコさん、あれ、私、ツバメちゃんってまだ話したことないよね。ユノもツバメちゃんもまるで私を知ってるみたい。どういうこと、これってまさか。ヨーコマジで大丈夫か。ヨーコ戦うのが無理ならお前は見学だ。大丈夫だから、ここまで来たならもう後には引けない。やりましょう。さて、3対4の戦闘です、これ。さあ始めましょうか。お互いの未来をかけて。わーほー。はははは、はどうしようかな、これ。どうしようかのー。とりあえず四季から一気に攻め、ブロック。全体攻撃で攻めつつ、全体で攻めつつ、ちょっと待ってよ。ピンスクレーパー。ちょっと一旦魔法でテンプテートをかけていきたい。テンプテートかけていきたい。さて、1万ぐらいのダメージは出る。いいね。あ、ジャミングしてくる。なるほど。あー、トリートメント。これはまずいかも。いや、結構痛いぞこれ。9999回復してくんの。結構なことしますね、あの子。それね、だからこれでもうかけられる。どっちかはかけられるはず。
よし。うっひょー。回復やべえな、それ。いやー、オーバーソウル。一旦鉄壁で。耐えられるかどうかが不安なところではあるが。よー、こう。オーバーソウルし、一応回復しとこう。よー、こう。じゃあ、すぐ。ムーンスクレーパー、強えなー、しかし。ミス、ミス。2回やってミスって何なの？あ、やべえかも。400。一発だったらなんとかなる。アローレイン、どんぐらいかだこれ。ナイスブロッキング。シャドウレイブ、死んだか。持ってかれたか。1。MP が足りなかったやつだな。またオーバーソウルしてくる。エールガン。ムーンスクレイパー。ちょっとあなたは攻めよう。オーバーエクステンデッド。で、テンプテートで、ポケリー。ミス、ミスって、あー、マナが足りてないのか。そういうことか。リザレクションしてくる。すげえダメージ出てる。方向。いったー、これ。いったこれ。だがもうあれしかマナがないのであれば打たせ、これ MP を消費させているのは正解だったんだな。だったら正解のまま、正解のまま行こうぜっていうことですな。よし、倒した。なぜミス体勢が、あー、よくよく考えたら、ジャニスとケリーはさ、二丁拳銃だから、二丁拳銃だから、あれやん？意味ないじゃん？勘違いしてたー。うわ、持ってかれたー。持ってかれたが、リザレクションでオッケー。バチコイ。勘違いしてたわ。ジャニスとケリー、絆創膏つけてないじゃん、そもそも。攻めよう。もう倒せるはずだ。行くぞ、野郎ども。この側の攻撃かっこいいな。ダメージがダダダダッと出るのが。いったか。よし。帽子ゲッチュのとこで横取りするんじゃろ。なんでだよ、おい。式の帽子を取られないのか、ジャニス。もう満足だろ、言うの。お前は私たちのところへ来い、ジャニス。ビッグママの力になることが私たちプロバイダーの仕事だ。行きなよ、言うの。どちらにしろ私の計画が崩れたんだ。気にすることはないよ、言うの。約束だったわね、ヨーコさん。さっきの質問に答えてあげる。時の帽子は代わりがある。え？どういうこと？止まっただと？時の価値観がゼロになったか。メル、お生存だで、これはどういう状況ですの？予定が狂った、死神が帽子を取らねえんだ。こうなったら力ずくで奪うぞ。うわー、時計少女。己許すまじ時を乱す者ども、時計少女、あんたの読んでいた未来はもう二度とやってこないよ。わらわの読んでおった悠久の時を乱す貴様らは万の罰を与えても今度足りぬ。え、連戦ですか？貴様らの存在、この時の狭間で完全に消さってくれる。あ、え、う、お、あんえ、一人なんですけど、心細いんですけれども、私非常に心細い状況ですけれども。うわーな、あー、ちょっと一旦これ今回ここまでにしとこうか。はい。ということでまた次のパートでお会いしましょう。またね。